新年明けましておめでとうございます。皆様方のご贔屓のおかげで当チャンネルも4年目を迎えることができました。昨年の12月はですね、私の個人的な都合によって動画を投稿することができませんでした。大変申し訳ございません。2023年は動画投稿、頑張って精進いたしますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。新年一発目の動画はこちらでいきましょうかね。はい、今回は東京マルイ製 VSR10 G スペックを使っていろんなものを売っていきたいと思います。スコープはベクターを使います。どうしてサイレンサーをつけておくのかと言いますと、まあ、バランスの問題とか、音が漏れないようにとか、まあそんな大層な理由ではありません。ただ単に、長い方がかっこいいかなと、こんな浅い考えです。今日は久しぶりに外に出て、野外射撃をしてみたいなと思ってたんですがね、まあ、いざ外に出てみると、ご覧の通り風が強くてですね、先ほどから雨もパラパラと降っているような状態で、ちょっと外での撮影は難しいようですね。弾は東京マルイ製 0.2g を使います。93.49。92.9。93.42。まあとりあえず悪天候とはいえ撃たないことには動画が見れませんのでね、倉庫の中に引きこもって24メートルの距離から例の空き缶を12個立てました。まずはそちらを狙います。
はい、それでは的を変えます、いわゆる達人くんです。はい、大きさはほぼこれくらいの大きさになります。はい、こちらを狙っていきます。ちょっとあの距離からだと確認難しいかもしれませんね。はい、ここからだとやはり視認は難しいですかね。音で判断してもらう意味はありませんかね。当たった。外しましたね。外しました。はい、当たりました。届けた。はい。外れ。外れ。当たり。はい、当たった。では続いてこちらを打ってみます。はい、呼び鈴の大きさは
先ほどの達人くんよりさらに小さいですね。下の台座を含めないと、3センチありませんね。ここに当てないとこの音は鳴りませんね。はい、画像だけ見てるとですね、さっきから動かないじゃないかと、動画の意味があるのかって、まあそんな感じもするんですけれど、まあぜひ音で聞き分けてほしいですね。はい、それでは同じ距離でペーパーターゲットを打ちます。はい、このような結果でした。1,2,3,4,5 ですね。残念ながら、外側のサークルに一発、当ててしまいましたけれど、まあまあそれでも、いい成績ではないかなと思いますね。これはですね、集団性の優秀な VSR10 にベクターのスコープを取り付けたと、この相乗効果がよく現れた結果ではないかなと思われます。はい、天候にあまり恵まれずにお届けした新年一発目の動画でしたけれど、いかがでしたでしょうかね。
今年もこのような感じで射撃動画を中心に、動画をお届けしたいと考えております。今年もどうかご贔屓によろしくお願いいたします。2023年、皆様方と一緒にいい年にしたいと思っております。